では、第7回に入ります。カッコ1番。式の計算ですので、まずノートにしっかり問題を移してから、問題を移すのも勉強のうちです。15.2足す、2 3 5けるなるべく、通常をたくさん頭に入れるようにしましょうね。こういうのが一塊だから、ここで移す、えぇ、ー、押さえられるといいです。で、2 6 5る三。うん、写しが間違いがないかも確認しましょう。で、これは特にないかな。 うん、まあ普通に掛け算を先に計算していきます。15.2はそのまま15.2足す。で、2.35かけるなら別の場所で筆算でいいですよ。自信のない人はマス目でやるように、7535の3721で24の7214で16、六点4 5で、引く2.65かける3。 三五15のサブ68で19。で、サニーが6で7。えー、で、点2つ分7.95です。で、あとは順番に、左から順番に立ちな。暗算調整してみましょうね、ここら辺はね。ちゃんと位を合わせれば大丈夫です。まず15たす16で31。で、小数第1が2と4で6。で、小数第2そのままで6.5。引く7.95。 で、これも安全調整してみようか。ここで区切ればいいよね。えっ、ー、と、31.6から7.9を引けばいいんで。やっぱめんどくさいね。<laughs> 一算しましょう。31.65引く7.95。0の010の7。で、で三で3で2で23.7になりますね。<laughs> 答えは23.7です。で、2番、6分の1かけるなら、そう、こういうふうにいろんな難易度の問題が混ざってるのは、この問、え題計算 R の特徴です。もうこんなの答えだけでいいです。分子の方に7をかけて、6分の7となります。で、3番です。これはちょっと厄いそうですね。問題をノートに移してから行きましょう。2と3分の1足す、6分の5を割る、 引く四分の一。ここの計算をしばらく続けなきゃいけないかな。うん。で、割り算だからね、手間はかかりますね。ここ、2は様子見無事にしましょう。二と三分の一対数分数なので、六分の五を割る。暗算でいいですよ。二引く四分の一2、一と一に分けて一はそのまま。で、一の方から四分の一を引く。四分の一はあと四分の三で一なので、一と四分の3。まあ、分からなかったら一と四分の四とか挟んでいいもいいです。 で、このままでは割り算ができないので、この1を中に入れます。次の行動です2と3分の1たす6分の5。まだ割るだね。4分の、で、4分の4が中に入るんで、4たす3で7。で、次で、ここの割り算のとこを逆数にして、2と3分の1たす、まあこっちはまだ対分数で様子見。6分の5をかける7分の4。 で、約分して、3と、2。これ以上できないね。で、分母が最初21になりますね。先それ先を見て、この3も21で通分しておきましょう。そうすると、2と21分の7引く、あ、たす、えー、21分の2510。次で答えで大丈夫です。えー、2はそのまま2で、2と21分の7たす10で17。2と21分の17となります。 で、4番に行きましょう。少し厄介そうですね。えっ、ー、と、1と12分の5足す0.25割る9分の5引く1。まずこの0.25を 小、分数にしましょう。これはそうしないと進まないからね。でもご覧の知識として知っておきましょう。0.5が1の半分で2分の1。えー、なのでその半分の0.25が4分の1です。逆から起こしてってもいいね。2分の1が0.5だから、その半分の1と1 4分の1は0.25。そうすると、1と12分の5足す4分の1。まあ1、100分の25から起こしてもいいですけどね。えー、割る、あ、もうこれも、あのー、どっは絶対かけずにしなきゃいけないので、もう、これ。 約数にしておきましょう。先が見えることもありますんでね。それで9分、5分の9引く1。で、そうすると次にカッコの中の計算なので、この4分の1を12に揃える必要があります。そうすると、1と12分の5を足す12分の4も3倍しているので、1も3倍して3。かける5分の9引く1。で、次こちらのカッコの中の計算です。 1>, 1と1はそのまま12分の8でかける5分の9いく1で先に約分してからこの1の中、1を中に入れた方がいいですねえー、4で約分して3分の2でこの1を中に入れるので3分の3が入るので3分の3たす2で5かける5分の9いく1でこちら5を約分して3も約分してちょうど整数になりました 分母は一は3だけのことで三引3-1。で、これで答えは2となります。ちょっとってます。で、最後の問題です。8分の3かける5。これも別にいいですね。そのまま答えでいいです。8分の、えー、分子の方にこの5をかけて3五1 5 8分の15となります。